校だから授業中に手紙回したりなんかしてクリスマスの計画練りに練ってるんでしょうけど、私なんかパーティーをウサギんちでやるってことは昨日電話で、時間なんかささっきポケベルでしたばかりよ。しかも電話してみりゃサラダ用のフルーツ買ってこいだの、なんか面白いゲームはないかだの、うーいい加減にしてほしいわよね。 TA 女学院の日の霊様をなめるんじゃないわよ、まったく。遅いぞ。なんでって何や、しょうがないでしょ、これでもね、レイちゃん一生懸命走ってね。あ、二人とも喧嘩はやめなよ、マコちゃんからも言ってやって、言ってやってよ、みんなでレイちゃんのこと待ってたんだからね。あ、私今さ、ウサギちゃんのお母さんと一緒にごちそう作ってるところだから、部屋の飾り付けやってるアミちゃん手伝ってきてよ。私の方なら心配いらないわ、もうほとんど終わったところだから。あ、じゃあケーキにろうそく立ててもらおうかな。はいはい、ケーキは私がやります。うさぎちゃんが大丈夫よ、私一人でできるから。ずるいずるい、私もやる、ろうそくをいっぱい立てて、立ててって何本立てればいいのかな。10本って何の根拠もないな。わかった、クリスマスってキリスト様のお誕生日だから。1996本。あの、二人とも、まあ、何にしても美奈子ちゃんがケーキ買ってこないことにはね。みんな遅くなってごめん。ねえねえ、聞いて聞いて、今ね、商店街の近くの公園で撮影やってたの。多分 CM だって思うんだけど、アリサちゃん可愛かったな。卒業しても一緒に来てくれますか。夕焼けがまた最高にマッチしててね、みなこちゃん。でもさ、もう卒業式とかの撮影しちゃうんだね。だって卒業式って言ったら3月でしょ、今が12月で1月2月3月ってあれ。みなこちゃんな、私にはみなこちゃん手ぶらに見えるんだけど、ケーキは忘れちゃった。みなこちゃん。